タンドリーチッカーが焼けました。マッコネソース。こんな感じで。美味しそうですね。鶏のもも肉。皮を取ってます。カロリーを抑えて。で、昨晩からスパイスをつけました。美味しいですよ。味がしっかりついてます。その上、油を落として。味ついてるスパイスも、体にいいやつばっかりで入ってるんで、食べると代謝が上がります。で、体が温まります。冬にもいいですけども、これから夏、ダイエットとかにもいいですね。高タンパクですから。でも低カロリーという、優れもののチキン。で、プラス、このスパイスが体の中に入れて免疫力をアップしていきます。そして花粉症の予防にもなる。ぜひとも食べてみてください。お待ちしています。